はい、というわけで、じゃあ、もらってくれ、JF。モーハーですか。これ、守りみたいですね。あのね、守りか、身代わりか、どっちかなと思ったんですけど、身代わりがね、このダンジョン出ないそうなので、守り確定みたいですね。この階層にはペリカン出ると。なるほど、合成しやすくていい感じだね。2発落とせると。とりあえず警戒するべきかな、罠。まあ2発で落とせるのはありがたいね。罠見るべき。いや、いいか。あ、アイテム近くなったら見る感じしますか。落石、一応モンスターの罠とかあるからね。猫の絵の巻物、どうしようか。とりあえず残しとくか。あ、転ばの先があるのか。あ、食料。あ、これは。やで倒すっきゃないか。いや、稼いけそうだな。食料ありがたいね。これ、登るダンジョンだから食料置いておこう。食料とか。ゲームも問題ない。ありがとうございます。タイガーフォン来ちゃったぞ。お、ありがたい。カッパいるかな、ここ。いなさそうかな。とりあえず本当アイテムとかおにぎりとか置いておこう。生身の杖確認しようか。引き寄せ。とりあえず用が、あ、でも一応持ってくか。じゃあ鈍足かなんか毒消し層置いておくか。盾欲しいですね。こいつどうしようかな。何に混ざるかだな、こいつな。トンネルとかないのか。毒やダメか。こいつ毒やダメなんだっけ。あ、ちょっとしまったな。とりあえず次枠取ります。そうなるのか。はーい。はい、じゃあ次曲。はい、どうもー。というわけで、で、結構きついね、これ。早いところ合成したい。はい、どうもー。大丈夫かな。大丈夫。あ、ちょっとダメかな。やばいかもしれない。空振り振っとくか。倒せなかったか。危なかった。ちょっと足踏みしよう。あ、ペリカン2世だ。どこにいる。左か。ちょっとペリカン追うぞ。あれがペリカン。よし、これペリカンだ。とりあえず槍に火炎草を混ぜちゃおうかなと思います。
うん、やっと始まったって感じだね。で、ちょっと接近するのは危険だから。やで。よし。よし、足踏みする。食料1個持とうか。よし。炎出せるなった。あ、毒矢の罠だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、この辺かな。あんまり稼げなかったな。1本しか稼げなかったじゃんか。まぁ、ちょっと遠距離から。うん、もろ手からやってみた。これが火炎草の可能性あるな。火炎草かどうか確認しようか。簡単に打開できた。そういうこと言わないそういうこと言わない。これがやだ。あ、トンネル来たか。やり、もう一本来た。おや、撃つか。アイテム少なくない？全然稼げなかった。グラカーのやつダメっぽい。まあ、打開はでもなんだっけ、なくても不可能ではないみたいだけど、まあ、きついね。こいつで、あ、ちょっとまずい。多すぎる。大丈夫大丈夫これ。15ポイント。ちょっと1体倒さないと。じゃあ落石読んじゃえ。もういいや。きついなぁ。あ、ちょっとおにぎりのあるとこまで行こうか。戻ろう。あ、まずいかも。ちょっとこの階層怖いな。はい、ここでもホタテ出てくれば。そうですね、今音切り1個あるからね。とりあえず足踏みして、まあ、槍じゃこれたかが知れてるもんね。あ、ちょっと1ポイントダメージ。あれ、なんでそのダメージ低い。あ、いや、わ、すごい連携だ。うおい、なんだこれ、ものすごい連携なんだけど。焼き、しかも焼きおにぎりになっちゃった。すごいね。なんていうか、すごかったね。どれ、あ、ペリカン無駄にしたぞ。どれだろう、どこにいるやつだろう。右の、一番右の方にいるやつかな。合成されちゃった。
鉄のやつな、あ、雪のまあいいか。これ入れてみるか。あ、変化か。もったいなかったか。あ、いいや。なんか適当なものでも、適当な武器を入れれば。言葉の先もったいなかったかな。右から飛んでくんだよな。力マイナス2か。矢はたくさんあっていいから。さトパーズ、あ、まずやめ、まだやめとくか。あー、食料がない。ペリカンあれかな、どうしようか。あれどうやって確認すればいいんだろう。槍どうしようかな。これ火炎草かもしれないんだよね。とりあえずでも別出たな。あー、やばい。これはまたか。あのペリカン信用できないね。それ飲み込んでるかもしれないもんな。参ったな。これもう飲み込んだやつだなきっとな。倒したわ。危なかった。これか。空振りで、こっち倒しちゃって、倒せっかな。よし、じゃあ次行く感じかな。あ、またか。毒矢持ってきたいな。マイナス4か。あー、ちょっと数少ない、もういいや。これなんだっけ、これをやっかで、左の方に換金もいいな。換金もいいですね。5% か。でこれが巻物か。猫の絵の巻物。とりあえずこれ読んでみるか。円筒か。まあいいか。
で、あと巻物読んで、関係はもういいや、ほんといい、もういい。これ食べちゃって、ロッケシー飲んじゃった方がいいな。あとは、あ、呪われてるんじゃん、これ。いいや、こっちは変化しちゃおう。もったいないかもしれないけど。あ、なるほど、火柱か。よし。この階層はいないね。ペリカンいないと。遠距離からやっていきますか。しまった。こんなことでいいのだろうか。あ、ノウハウか。ちょっと待て。大丈夫かな。まだ結構いるな。アコルプキの階層。じゃあここで。やっていけるかなこれな。立てこないとね、どうしようもないよね。矢は助かるな。回復、食料、そうですね。あ、てか回復の壺がないんじゃん、よく考えたら。これなんだろう。なんか入れてみるか。あ、これ識別か。あと確認したいもの、変幻に傷入れて混乱。また食料ないんだね。識別使ってっか。あ、目薬だったか。で、結局合成できるもんなかったんだな。薬草はどうしようかな。飲んじゃうか。炎上、危ない。炎上どうしようか。引き寄せと交換するか。柿の杖なんだろう。もう入れちゃおうか。回復、ろくなもんじゃなかったな。ちょ、やりていかなきゃいけないんだね。この回はきついぞ。
ちょっと打開難しいかもな。これは打開難しいかもな。まだ11回だからなんとかやってるけど。モンハンもしょうもない魔法だったね。あくそ、これやだな。あと僕遠距離攻撃は結構きついよね。これ遠距離がきつい。はい、どうもこんばんは。進まないな、なかなか。アイテムないかな。階段こっか。これはいらないものか。あ、ありがとうございます。アーカイブ、あ、間違ってダッシュしちゃったじゃないか。食料全然ないんだもんね。また食料がないんだね。さて12階ですけども、これ敵が何だかわからないってのはきついな。なんだろう、あ、大根かこれ。はい、交換すると相手のはなくなってしまう。おお、ケツだったね、うん、だからアイテムを置くのがなんかちょっと怖くなるよね。とりあえず敵流入してくる。一旦退こう。あ、食料ありました。保存がないのか。これ入れちゃおう。あ、ちょっと、やだなこれは。よし、そうだね。あ、こいつか。こいつやだ。うわー、そう、まあ操作ミスはあるだろう。やり過ごし。あー、ノロジョか。飛ばしちゃおう。一発で。あっ、モンハウ、モンハウか。ハーですね、多いですね。小さいか。よし、どうしようか。
そうっすね。あ、ちょっと、やだ、これはうまくないと思うよ。これはうまくないと思うよ。炎上とかやだな。これ、あ、これトンネル掘れないかな、下。ちょっと試してみるか。あ、いけたか。ちょっと下やめて、下。あ、やめろ。くそ。ちょっと待って、場所があるっけ。右側りがあるか。よし。ちょっと待って、やばい、ちょっと待った。これは、もしかして、大根がレベルアップして、あ、こっちか。身代わりもう一回使おうか。ふう。天の恵み。盾も来ないね。ちょっと今回きついね。羊なんだろう。どんどん識別していこうか。困った時か。消耗品かな。幸せそうはもうどうしようもないな。あ、呪われてじゃないか。壺像か。あ、困った時もう一枚来たか。どうしましょうね。識別なんかに読みたいかな。空振りに。あ、ゼロ回か。置いてくか。もったいないけど。火炎草もう一個来た。薬草と交換して飲んじゃおう。転ばの先、これ結構有効だからね。あ、一時しのぎか。よし。あれ、これなんだっけ。あ、困った時か。寝過ごしは使えるよな。いや、使えないかな。困った時の方がいいよな。こうずっとやれていかなきゃいけないかな。やりづらいんですけど。食料は1個あるんだよね。何？遠距離攻撃はマジでやだこれ。鉄の矢。壺開けなくちゃか。高飛びか。とりあえず飲んじゃおうか。ここに来たか。いや、稼ぐの忘れてたか。すまんかったね。全くすまんかったね。火の槍いい感じだけどさ、こいつは何者だろう。
はーい。あ、でもこの枠で切れるかな。はい、とりあえず一旦切れますけど。いや、でもいいか、もう終わりにしよう。あ、でも飯食わなきゃいけないんか。あ、これ読んじゃおう。